はい、こんにちは、ラチです。今回はこちらおすすめ名画100選やっていきましょう。今回の動画はめちゃくちゃ長尺です。なので、1回でねガーッと聞くというよりは、まあなんとなく合間合間で聞き流して聞いていただけたらいいなと思います。100選の中でも最初は定番名画やっていきます。まあ、西洋美術史で有名な作品、日本美術で有名な作品をやっていきながら少しずつ幅を持たせていっています。古代の作品もありますし、現代アートもあります。あとはちょっとチャレンジしようかなと思ったのは落合陽一さんとか入れてみました。落合陽一さんは、まあ、アート業界でというよりはテクノロジーの方ですが、でも未来を牽引する作品かなと思いましたので、まずこうやってね、あの幅を見てアートってどうなってるのかなっていうのを見ていただきたいなと思って今回選ばせていただきました。それでは行きましょう。まず最初の1枚はこちら、レオナルド・ダ・ヴィンチが1503年に制作したと言われていますモナリザです。当初は商人の妻リザさんの肖像画の予定でしたが、納期に間に合わず生涯手を加え続けたとされている作品です。リアルな表現と普遍的な美は真の天才がなせる技と言えるのではないでしょうか。続いての作品はこちら、サンドロ・ボッティチェリ、1483年頃に制作されたと言われていますヴィーナスの誕生です。当時の古典文化であるギリシャローマ神話を題材にした貝殻に乗ったヴィーナスを描いています。人体表現など新しさを感じさせてルネサンスを代表する作品となりました。続いての作品はこちら、葛飾北斎、1820から31年に制作されたと言われています富嶽36景の1枚、神奈川沖浪裏です。富士山36の景色を描いた浮世絵シリーズの1枚です。ダイナミックな構図と鍵爪のような波しぶきは世界をも魅了し、ビッグウェーブと言われています。大衆芸術を絵画に押し上げることになりました。続いての作品はこちら、ヴィンセント・ファン・ゴッホ、1888年に制作されたと言われていますひまわりです。南フランスのアルルへ移住し、そこに画家仲間を呼んで共同体を作ろうとしたゴッホ、本作は共同生活の場を12枚のひまわりの絵で飾ろうとしたうちの1枚です。現存する作品は12枚もないんですけれども、そのうちの1枚、こちらはロンドンナショナルギャラリーに所蔵されています。続いての作品はこちら、レンブラント・ファン・レイン、1642年頃に制作されたと言われています夜景です。火縄銃組合の集団肖像画を描いたこちらの作品、暗がりと輝く隊長、副隊長の姿から後に夜景とタイトルが付けられています。また妻をモデルにしたこの火縄銃の象徴をマスコットとして奥さんをモデルにしたマスコットも描かれています。続いての作品はこちら、伊藤若冲、1716年から1800年頃に制作されたと言われていますアジサイ造形図です。華やかな色彩と細密描写で魅了する京都画壇の一人、動植彩絵シリーズの一枚として描かれ、中でも鶏は若冲が家で飼うほど好んで描いた動物でした。この伊藤若冲は鶏の作品を多く手掛けていますが、動植彩絵シリーズの中でも、こちらのようにね、鶏が描かれています。続いての作品はこちら、アンディ・ウォーホル、1962年に制作されましたキャンベルスープ缶です。スーパーで大量に陳列された大量生産時代を象徴するこの題材、工業製品をアートの世界に持ち込み、倫理性や美術的価値に異を呈す作品になりました。続いての作品はこちら、ヤン・ファン・エイク、1434年頃制作されたと言われていますアルノルフィーニ夫妻像です。世界初の油絵の具で描かれた傑作とされていますこちらの作品、
商人ご夫妻を描いた作品で、奥の鏡、丸いやつですね、丸い奥の鏡には夫妻を描く画家自身の姿が描かれています。続いての作品はこちら、ミケランジェロ、1541年に制作されたと言われています。最後の晩餐です。ローマ教皇の命によりシスティーナ礼拝堂の祭壇画を描いたこちらの作品、聖書物語の最後の日のシーンを描いた作品です。死者がよみがえり、天国に行く者、そして地獄に行く者が描かれています。続いての作品はこちら、ラファエロ・サンティ、1514年の小椅子の聖母です。美の模範と言われた若き天才の聖母子像、小道で見かけた一組の親子をスケッチした、そちらから、こちらの作品が誕生したと言われています。愛おしそうに子供を抱くマリア様が完成しました。続いての作品はこちら、クロード・モネ、1872年印象日の出です。フランス北西部の都市ル・アーブルの港を描いた作品、その荒々しいタッチは当時酷評され、正しくない、印象でしかないの批評家の声から印象派の名前が誕生しました。続いての作品はこちら、俵屋宗達、1600年半ばに制作されたと言われています。風神雷神図屏風、国宝であり宗達の最高傑作と言われています。大胆かつシンプルにまとめており、国運のにじんだ表現は後の日本画には欠かせない技法になりました。続いての作品はこちら、パブロ・ピカソ、1937年泣く女です。写真家であり愛人のドラマールの苦しむ姿を描いた作品、当時ピカソの周りでは妻オルガ、愛人マリー・テレーズ、この狭間で苦しむ女をキュビズム的に描いています。続いての作品はこちら、エドヴァルド・ムンク、1893年叫びです。幼少期に母姉の死を迎え、自身も病気に苦しんだムンク、本作も不安を主題に自然を果てしなく貫く叫びに耳を塞ぐ自分を描いています。続いての作品はこちら、ピエト・モンドリアン、1930年に描かれました。赤・青・黄のコンポジションです。シンプルな抽象画を求め、前衛芸術デステールを創立しました。キュビズムの影響で風景画を抽象的に描き始めたモンドリアンは、ビルの街並みからだんだんとグリッドになっていき、このような大柄の作品が完成しました。続いての作品はこちら、ジョルジュ・スーラ、1884年から86年に制作されました。グランドジャット島の日曜日の午後です。絵の具を混ぜず華やかな色を保とうとした結果、点描画に行き着いたスーラ、瞬間の光を描いた印象派に対し、永遠の輝きを捉えた新印象派と呼ばれました。続いての作品はこちら、マルセル・デュシャン、1917年泉です。既製品を用いレディメイドですね、誰もが美しいと思えない品に架空の人物のサインを描いたとされている本作、芸術の価値を問われたため現代アートの出発点とも言われています。続いての作品はこちら、ウジェーヌ・ドラクロワ、1830年民衆を導く自由の女神です。フランス革命を筆頭に幾度となく革命がありましたフランス、そのうち7月革命を描いたのがこちらの作品です。フランス共和国で擬人化した女性は神のごとく半分裸になっています。そして自由を訴えるように旗を掲げています。ロマン主義を代表する画家の作品です。続いての作品はこちら、ポール・セザンヌ、1899年に描かれましたリンゴとオレンジです。形の取れない作者が机に置かれた果物を描いたら奇跡的に前衛表現になったこちらの作品、彼にしか出せない独特の画力は近代絵画の父
とも言わしめました。続いての絵画はこちら、ジャック・ルイ・ダビッド。1801年に制作されましたサンベルナール峠を越えるボナパルトです。ナポレオンに肖像画で依頼され、アルプスを越えているこの場面を採用した本作。マントをなびかせ馬で向かう、こうありえないシーンですが、イメージ戦略にはバッチリな名作になりました。続いての作品はこちら、ピエール・オーギュスト・ルノワール。1876年、ムーランドラギャレットの舞踏会。第3回印象派展に出品された舞踏会の様子の作品です。画中には友人たちがモデルになっています。光が肌に落ちる描写が得意な画家の代表作、ルノワールの代表作です。続いての作品はこちら、アルフォンス・ミュシャ。1894年、ジスモンダです。無名画家が大女優の舞台ポスターを機に人気画家となったこちらの本作。大量生産の反動で手作業の美を見出そうとするアール・ヌーボーの様式の一つとして語られている作品です。続いてはこちら、サルバドール・ダリ。1931年の作品、記憶の個室です。時間の歪みと溶けるカマンベールチーズのようなものを、視覚化したこちらの作品。本作は物の硬さ、柔らかさに異常な執着があったようで、再現を無意識空間に求め、シュルレアリズムの代表作として、こちら知られています。続いての作品はこちら、ルネ・マグリット。1964年、人の子です。錯覚を用いた騙し絵が得意なこちらの画家、顔をリンゴが覆っていて、我々は男を見ているのか、それともリンゴを見ているのか、また左手の関節が反転していて、じっとりと不思議な雰囲気を醸し出しています。続いてはこちら、ジョン・エヴァレット・ミレー。1852年に制作されましたオフィーリアです。シェイクスピア四大悲劇の一つ、ハムレット。そのハムレットのうち、愛人が自殺するシーンを描いています。このジョン・エヴァレット・ミレーはラファエロ前派と言われていまして、愛国心の強い島国イギリスで育ち、異国ラファエロ以前を敬愛した若き画家の傑作です。続いてはこちら、鳥獣人物戯画。平安時代末期から鎌倉時代初期に描かれたとされています、12世紀から13世紀ぐらいの鳥獣人物戯画です。国宝、京都市高山寺に伝わる四本木画の絵巻物。全部で4本の巻物を指しますが、中でも第1巻にあたる高官のウサギとカエルらが遊ぶ姿が人気です。続いてはこちら、ジャン・フランソワ・ミレー。1857年に制作されました落ち穂拾いです。バルビゾン村に画家たちが住み移り、農民の様子を描いた作品の一つです。村の名前からバルビゾン派と呼ばれています。収穫後、地主が残した穂を集める貧しい農民が描かれています。続いての作品はこちら、グスタフ・クリムト。1907年から1908年に描かれたとされている接吻です。抱き合う男女のローブは、アーツ&クラフツ運動やアール・ヌーボーのようなペキスタイルが見られます。しかし、人物の肌は写実性を持っていて、そのあたりが近代表現を思わせます。金箔は日本文化の影響が見られ、彼自身幼少期に開催されたウィーン万博、こちらに出品された日本の作品が影響されると言われています。続いてはこちら、エドゥアール・マネ。1882年に制作されましたフォリー・ベルジェールのバーです。晩年の大作であり、当時のバーメイドや上流階級らを風刺的に描いたこちらの作品。当時は鏡がずれている点や腕が長いなど酷評されましたが、写実を捨てているメッセージが伝わります。続いてはこちら、ピーテル・ブリューゲル。1565年に制作されました雪中の狩人です。北方ルネサンスで地元の日常的な風景画を好んだピーテル・ブリューゲル。
手前の狩人と奥でスケートを楽しむ人々の対比が狩人の後ろ姿をどっと疲れさせているように見えます。続いてはこちら、長谷川等伯1593年から95年に描かれたとされています上林図屏風です。安土桃山時代の国宝、六曲一双の屏風絵です。息子の死を悼み自らの意思で描いたとされているこちらの作品、情感豊かな水墨画が生み出す狩野派一派一強の時代に大成した絵師晩年の大作です。続いてはこちら、ドミニク・アングル1814年に描かれましたグランド・オダリスクです。フランス革命など市民革命が勃発する中、新古典主義の巨匠として政治的保守から特に人気を集めたアングル自身は骨格を歪ませるなど独自の思考に走り、本作はそれを象徴する作品といえます。続いてはこちら、バンクシー2018年に制作されました愛はゴミ箱の中に、グラフィティをアートの領域に持ち込み風刺を描き続けるアーティスト、現在では全て、壁は塗りつぶされていますが、代表作風船と少女、こちらの作品、愛はゴミ箱の中にはその代表作であります風船と少女を用いてオークションでシュレッダーにかけたという騒動を起こした、その事件の代表作になります。続いてはこちら、ポール・ゴーギャン1897年から98年に制作されたと言われています、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかです。故郷パリの都会的暮らしより素朴で原始的な生活に憧れたゴーギャン、タヒチに向かった画家の遺作といえます。人の誕生から死ぬまでを独自の意味解釈した道具や表現で描かれている作品です。続いてはこちら、フランシスコ・デ・ゴヤ1797年に描かれました裸のマハです。スペイン語で小粋な娘という意味のあるマハを描いたこちらの作品、宰相ゴドイの依頼で制作されましたが、著しく大胆なヌード絵画で絵画史上初のスキャンダル作品とも言える作品です。続いてはこちら、ヨハネス・フェルメール1665年に描かれたとされています真珠の耳飾りの少女です。異国アジアのコスプレをした少女の像です。唇や瞳に入るハイライトが艶やかで、少女でも大人っぽさが表現されています。またこちらはオランダのモナリザとも称されています。続いてはこちら、狩野永徳1543年から90年にかけてどこかで作られたとされています唐獅子屏風です。桃山時代の絵師の集団狩野派の2代目にして最も著名な絵師です。豪快な筆致で悠然と歩く唐獅子の図は近い将来国宝になるそうです。続いてはこちら、ギュスターヴ・クールベ1849年に制作されたと言われていますオルナンの埋葬です。神話や宗教画で使うような巨大キャンパスに普通の葬式を描いたこの物議をかましたこちらの作品、彼はレアリスム写実主義と呼ばれ伝統や規範に反抗した近代的思想を持つ画家でした。続いてはこちら、パルミジャーノ1503年から40年にどこかで作られたとされています長い首の聖母です。体を長く引き伸ばしくねらせたマニエリスム特有の作品です。こちらの画法はルネサンスの巨匠たちを極端に誇張した産物です。究極の理想美は知識人たちに好まれました。続いてはこちら、パウル・クレイ1992年に描かれましたセネシオです。バウハウスの教授クレイの具象と抽象の狭間で描かれたこちらの作品、セネシオの花と顔を融合させた作品です。この肖像は老人になりゆく男の顔とも呼ばれています。続いてはこちら、
尾形光琳柿つばた図です。俵や宗達、独特の構成術などを学び発展させた琳派と呼ばれる流派の作品です。柿つばたはデフォルメされた型紙で複製された画面、それがとてもリズム感を与えているようで前衛的な表現を感じさせます。続いてはこちら、ジョット・ディ・ボンドーネ、1310年に描かれましたオンニサニティの聖母です。古代ギリシャ以降、存命中に広く名声を得た最初の芸術家と呼ばれていたジョット。長くイコンとして象徴的に描いた宗教画に対し、三次元空間を与え優れた人体描写を描いた人物だとされています。続いてはこちら、オラファー・エリアソン、2003年の制作です。ウェザープロジェクト。気候変動をテーマに多く作品を展開するこちらのオラファー・エリアソン。巨大インスタレーションの下で人々が寝そべったり対話するなど、自然発生的に現象を起こしています。このように集団が起こして循環するという気づきを与えてくれる作品です。続いてはこちら、アルブレヒト・デューラー、1500年に制作されました自画像です。ドイツでは未だ職人画家が重宝される中、イタリアで学んだ彼は新しい画法を自画像に落とし込んだこちらの作品です。イエスのようなポーズをとり、威風堂々としています。続いてはこちら、エドワード・ホッパー、1942年に描かれましたナイト・ホークスです。20世紀のアメリカで安いレストランやボロいアパートなどにいる人々を描いたアーティストです。祖国を蝕む空虚な精神性を冷ややかに見つめる目線を感じさせます。続いてはこちら、東秀斎写楽、三代目大谷鬼次エドベイです。美人画、役者画、風景画が人気だった江戸中期に大首絵の登場で世間を騒がせた本作です。活動わずか10ヶ月の中、盗賊頭の個性を十分に引き出している作品です。続いてはこちら、ウィリアム・アドルフ・ブグロー、1879年に制作しましたヴィーナスの誕生です。神話の一節で海の泡から誕生した女神を主題として、海から貝殻に乗り移動するヴィーナスを祝福するというシーンを描いた作品です。中にはヴィーナスの他にクピト、プシュケ、ニンフたちなどが描かれています。こちらの画家はフランスアカデミズム絵画の代表画家と言われています。続いてはこちら、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラバッチョ、1600年に制作しました聖マタイの証明です。ルネサンス画法から逸脱し、劇的表現を提唱した画家。こちらの画家、カラバッチョのデビュー作です。バロック時代を突入したことを意味するこちらの作品、マタイの福音書の一節を題材に、イエスの呼びかけを臨場感たっぷりに描いています。続いてはこちら、ティツィアーノ、1538年に描かれたとされています、ウルビーノのヴィーナスです。フィレンツェに比べ個人向けに官能的な作品が残るベネツィア、ウルビーノ公爵の依頼で描かれたこちらの作品、女神は若い花嫁の教育のために、そういう表現で、まあ、この花嫁のための表現で華やかに鮮やかに描かれています。続いてはこちら、ジェフ・クーンズ、1994年から2000年にかけて制作されましたバルーンドッグです。子供に無料配布された玩具をアート業界に持ち込んだ作品。ステンレス製の巨大作品と題材のズレがキッチュに移り、アートの品格、著作の所在などを浮き彫りにさせる作品となりました。続いてはこちら、落合陽一、2017年ルビトローブです。物質性を失った振る舞いは神秘的に移り、科学技術が自然現象を超えたと思わせ、自然現象とは何かを強く意識させる作品です。続いてはこちら、高橋由一、1877年頃制作されたと言われています鮭です。
明治の洋画家として写実的な油絵を手掛けた作者。日本の柱に飾る縁起物として縦長に描かれています。こちらの作品が日本らしい題材と表現だと評価されました。続いてはこちら、フリーダ・カーロ。1820年から31年、イバラの首飾りと蜂鳥の自画像です。キリスト教のイバラの冠を首に巻き、またメキシコ伝統で幸運の象徴である蜂鳥を死体で首にかけた自画像。病気、大事故、不妊を経験した苦痛が散りばめられた一作です。続いてはこちら、ジャン・アントワーヌ・バトー。1717年、シティール島への巡礼です。ロココ様式を象徴する画家の代表作。神話の聖地である場所を巡礼する若い恋人たちが旅をしている景色です。ですが俯瞰した構図からどこか哀愁漂う作品になっています。またこれを制作した時期、バトーは病状が悪化してしまいます。続いてはこちら、陶器商が描きました1602年、宝鶏宝庫図です。宝鶏という場所を訪れた時に描かれた明の時代の作品。中国絵画史は陶器商により南宗と北宗に分けられました。南宗は文人画と位置されて、北は職業画家と位置されました。ということで南宗が文人画というのが位が一つ上がって、書画を芸術の域に押し上げたこととなりました。続いてはこちら、マルク・シャガール。1911年、村と私です。特定の流派に流されず、故郷ロシアの文化を継いだこちらの画家。鮮やかな色彩と浮遊感が特徴の絵画は、後にエルサレムのシナゴークに飾るまでになりました。本作はシャガール初期の作品です。続いてはこちら、小野陽子。1961年、カットピースです。当時無名の東洋人女性によるパフォーマンスアートの一つです。社会的弱者である自身を使い、男性が女性をどう見てきたかを表現したこちらの作品。あまりに前衛すぎて当時の日本では批評された作品です。続いてはこちら、フラ・アンジェリコ。1395年から1455年に描かれました受胎告知です。初期ルネサンスに活躍したこちらのフラ・アンジェリコ。他の画家が古代美術の写実的描写を取り入れる中、信仰心の厚さから忠実に象徴としての宗教画を描いた画家です。聖母がイエス様を身ごもった時の、そのシーンを描いています。続いてはこちら、古代エジプトの、末期王朝時代の作品です。紀元前600年頃です。アメン・イリエトの内観とミイラです。死者の復活を信じた古代エジプトでは、70日かけ死者をミイラにします。王ともなると棺は豪華になり、棺には個人の似顔絵と死後の世界のマニュアルが文字として描かれています。続いてはこちら、岸田劉生。1921年、麗子微笑です。大正時代の洋画家で代表的な娘の肖像画シリーズです。肖像を通し、西洋の写実美と東洋の写実を超えた深さを探りました。作者は、美とは現実以上の感覚であると説いています。続いてはこちら、エル・グレゴ。1608年から13年に描かれました無限在のお陰宿りです。ギリシャで生まれスペインで活躍したエル・グレゴ。こちらは晩年の作品です。異質な表現と当時スペインの好みとは異なる、死後ほとんど脚光を浴びなかったエル・グレゴ。再評価されたのはセザンヌ以降でした。こちらの作品は聖書のワンシーン、聖母は人ながらにして現在を持たないということを表現した作品です。続いてはこちら、ディエゴ・ベラスケス。1656年に描かれましたラスメニーナスです。スペイン語で女官たちを意味するラスメニーナス。
スペイン黄金期に活躍した画家です。こちらの作品はフェリペ4世が肖像を描かれている、その景色を描いた作品です。こういった着眼点を含め西洋美術史に大きな影響を与えました。続いてはこちら、ワシリー・カンデンスキー1923年コンポジション8です。抽象絵画の創設者ともいえる作者は、音楽から受ける感覚を絵画の世界に落とし込むなどし、画面から特定の物質を排除し内面表現に取り組んだ画家であります。続いてはこちら、ピエール・ボナール1888年グロッケーの試合です。印象派の皇族派閥の一つ、ナビ派の創設者で、日本美術を吸収した画家です。奥行きがなくなった景色、平面的な服の柄、ポーズなど日本の浮世絵を思わせます。続いてはこちら、エゴン・シーレ1910年ほおずきの実のある自画像です。エロスと死をテーマに描いたエゴン・シーレ、過激で美術界を挑発するような表現は自画像にも現れます。幼い頃父を亡くし、また妹と強く惹かれ、成人後は誘拐・淫行で逮捕されるなど、人生の大きなテーマになったといいます。続いてはこちら、トゥールズ・ロートレック1892年に描かれましたアンバサドールのアリステード・ブリュアンです。19世紀後半パリで活躍した画家でありイラストレーターである、こちらのロートレック、アール・ヌーボーの系譜でも多く語られ、多くポスターを手掛けています。特に歌手であるブリュアンのポスターを多く残しています。続いてはこちら、ルーカス・クラーナハ1529年マルティン・ルターの肖像です。北方ルネサンスの巨匠で、多くの神話画と宗教画を手掛けた画家、当時新興宗教であるプロテスタントが登場した時代でしたが、こちらのルーカス・クラーナハはカトリック教からもプロテスタントからも両方から仕事を受注する立ち回りをしていました。続いてはこちら、アンリ・ルソー1910年夢です。日用画家とバカにされた画家でしたが、ピカソなど近代絵画を求めたものに認められた天然の画力を持つアンリ・ルソー、パリの植物園に足しげく通い、ジャングルの絵を多く手掛けています。続いてはこちら、ジョルジュ・デ・キリコ1914年、通りの神秘と憂鬱です。第一次世界大戦直後に描かれた作品、不安感や虚無感が極端に暗い日陰、そして逆光の少女と大きな人影、明るすぎる日陰が物語っています。シュールレアリズムの前身である形而上絵画の一つとして語られています。続いてはこちら、ヒエロニムス・ボス1500年頃に描かれました楽園の園です。伝統的な三連祭壇画として、扉には天地創造、開いて左側には現在のシーン、中央に今、そして右側に最後の審判が描かれています。しかしあまりに独創的で滑稽とさえ思えるこちらの作品は、当時としては大変珍しい表現になったのかと思います。続いてはこちら、歌川国芳1845年から46年に描かれました相馬の古代理です。将門の乱で荒れ果てた廃屋が舞台の英雄伝を描いた武者絵です。国芳は表現がユーモアで民衆から大変好まれていました。本作もド迫力な骸骨が大胆に描かれています。続いてはこちら、ギュスターブ・モロー1874年から76年出現です。象徴主義の火付け役として、人の内面性を表現する作品を手掛けたギュスターブ・モロー、本作は聖書のワンシーンでありますサロメを描いた作品ですが、受け身の少女である今までのイメージから逸脱し、自ら首を勝ち取ったかのように表現されています。
こちらの作品は後にファム・ファタルの系譜でも語られるようになりました。続いてはこちら、フランソワ・ブーシェ、1756年パンパドール夫人です。貴族趣味のロココ様式で活躍した画家、宮廷画家として活躍し、まるで女神のようなヌードを多く手掛けています。本作はルイ15世の愛人ポンパドール夫人の肖像画です。透き通る乳白色が特徴的ですね。続いてはこちら、黒田清輝、1897年湖畔です。日本的題材を油絵で描いた、明治文化を象徴した作品。フランスから帰国した黒田は東京美術学校の教授になり、洋画家を浸透させる動きをしました。本作は新しい美人画として示された作品です。続いてはこちら、メアリー・カサット、1901年日光浴です。母と子の絆を強調した作品を多く手掛けたアメリカ人の映画家です。フェミニズム運動を熱心に行った彼女は、ドガの誘いで印象派に参加しました。続いてはこちら、古代ギリシャ、ヘレニズム文化の作品、紀元前200年から190年頃に制作されました、サモトラ家のニケです。古代ギリシャ美術の素晴らしさを象徴する作品。サモトラケ島で発掘された勝利の女神ニケ、英語ではナイキと呼びます。スポーツブランドのナイキのロゴはこの作品から取り上げられています。続いてはこちら、ジョアン・ミロ、1924年から25年、ハーレクインのカーニバルです。シュールレアリズムを象徴する作品で、具象と抽象の狭間で描いた画家。カーニバルでのあるキャラ、こちらを題材に幻想の中で感情をもとに描かれた自由な画面を再現している作品です。続いてはこちら、ジョルジュ・ドラトゥール、1642年から45年です。聖ヨセフ、ろうそくの火で劇的に描いた構成が特徴の画家です。ろうそくには宗教信仰の象徴として使われており、また明暗をはっきりさせる描き方を採用しています。この明暗をはっきりさせる表現はバロック時代の特徴とも言えます。続いてはこちら、タマラ・ドレンピッカ、1929年、手袋をした娘です。アールデコを押し広げた女流画家、ロシア人の貴族の家庭に生まれて類いまれな美貌を持ち合わせていました。両性愛者としても知られ、肖像からは女性が向ける憧れとも男性の目線とも違うエロスを感じます。続いてはこちら、アルベルト・ジャコメッティ、1960年、歩く男1です。20世紀の偉大な彫刻家の一人とされていて、第二次世界大戦以降の表現には虚飾を取り払い、本質のみを浮き彫りにした細長い彫刻を制作しています。そこには彼自身の対人に対しての恐怖心、または現実に対しての恐怖心を感じさせます。続いてはこちら、村上隆、1997年ヒロポンです。母乳で縄跳びをする美少女のフィギュアは、アメリカのキッチュ、ポップアート、レディメイドらがセンターを走っていた時代に制作されました。日本文化、アニメや漫画の文化をスーパーフラットと題し、こちらのアメリカの現代アーティストに参入した作品です。続いてはこちら、アンリ・マティス、1905年、緑の筋のあるマティス夫人の肖像です。目に映る色ではなく心が感じる色彩を表現したこちらの作品、野獣派の一人として挙げられます。これらの表現は従来の美術史的価値観と逸脱するような表現を用いています。続いてはこちら、コンスタンティン・ブランクーシ、1940年、空間の鳥です。ミニマルアートの先駆的作品で、こちらの作品は抽象ではなく本質を表現した具象だと語っています。
こちらの作品は鳥が飛ぶ姿、行為を本質のみにそぎ落とした作品、形です。続いてはこちら、クリスチャン・ラッセン、1983年サンクチュアリーです。日本における認知度は高いラッセンですが、芸術、従来の芸術の評価基準を無視したことで美術史の系譜から外された象徴的な作家です。大衆に向けマルチ商法のような販売方法をして、ある種社会問題にまで至ってしまいました。続いてはこちら、アメディオ・モディリアーニ、1918年、椅子に肘をつくジャンヌ・エビュテニスです。エコール・ド・パリの代表画家で、アメリカやエジプトの原始美術に刺激されたスタイル、妻の絵を多く描いて首長でアーモンドの目など特徴のある表現を生み出しました。続いてはこちら、ジョージア・オキーフ、1919年、レッド・カンナです。アメリカモダニズムの母と言われています。花や都市の風景、またメキシコの風景なども象徴的に描いた画風は、ある種女性器を象徴しているのかと囁かれています。続いてはこちら、ヘンリー・ムーア、1951年、横たわる像です。20世紀イギリスを代表する彫刻家です。女性、母子を題材にして反抽象的な作品を展開し、世界中にこちらのパブリックアートは設置されています。古代文明の石像からヒントを得て作品を制作しているそうです。続いてはこちら、ウィリアム・ターナー、1829年、ポリフェモスをあざけるオデュッセウスです。イギリスロマン主義の風景画家の一人、イギリスでは宗教画がさほど発展せず、西洋でも独特の島国文化が展開されていました。現実より美しく変容させた作品が好まれた。それが風景画にも現れています。こちらの作品は後にフランスの印象派にも影響を与えたとされていました。続いてはこちら、ダンテ・ゲルブリエル・ロセッティ、1873年から77年、プロセルピナです。ラファエル前派の画家、そして詩人として活躍しました。ローマ神話の春の女神を描いた本作は、イタリア古典主義を表現した立役者の代表作です。本作のモデルはウィリアム・モリスの妻であり、またロセッティの不倫相手でありました、ジェーンという女性でした。ちなみにこちらの作品、ジェーンにめちゃくちゃ似てます。続いてはこちら、ジェームズ・マクニール・ホイスラー、1865年から67年、白のシンフォニーナンバー3です。古代ギリシャと日本に魅せられたアメリカ人画家です。ボストンの郊外で生まれ、パリ印象派の画家たちと交流のあった画家、前衛の刺激を受けながら先駆的芸術を描きました。続いてはこちら、エドガー・ドガ、1878年、エトワールです。フランス印象派の画家であり彫刻家であるドガ、虚無の目でパリを見つめ、労働階級で娼婦と同列に見られていた踊り子の絵を好んで描いていまして、上流階級で生まれたドガの湾曲した世界が垣間見えます。続いてはこちら、オーギュスト・ロダン、1880年、地獄の門です。世界に7体ある本作は近代彫刻家の父、オーギュスト・ロダンの代表作です。ダンテの神曲から構想したブロンズの像は、もともとパリ装飾美術館の扉門として制作依頼されたものでした。この地獄の門の一部には考える人が置かれています。続いてはこちら、カナレット、1732年、ベネチア、大運河のレガッタです。18世紀イタリアを代表する風景画家の一人、上層階級の若者たちの修学旅行にあたるグランドツアーの作品です。観光地をドレスのイギリス人たちが見学している様子が描かれています。続いてはこちら、ジャン・オノレ・フラゴナール、
1768年ブランコです。18世紀ロココを代表する画家。夫人の後ろには夫、手前には依頼主である愛人が横たわっています。キューピッドの肖像は手に人差し指を当てて内緒話をしているようなポーズをしています。ロココの典型である華やかな作品の代表作です。続いてはこちら、ピーテル・パウル・ルーベンス。1616年から17年に制作されました、マルスとレア・シルフィアです。マントバ公国の宮廷画家であり、バロック最高峰の画家であるルーベンス、戦の神マルスと古代ローマの建国伝説に登場する初代王の母であるレア・シルフィア、この2人を描いた作品です。タプタプの肉付きはこの画家ルーベンスの特徴とも言える画風です。続いてはこちら、ダミアン・ハースト。1991年、生きている人の心の中の死の物理的な不可能性。コンセプチュアルアートの代表である、ダミアン・ハースト。イギリス芸術のアイコンとなったホルマリン漬けの動物作品です。主題とともに注目されたのは、彼が従来の常識とは異なる、芸術の資金調達法や発表のされ方をした点にあります。続いてはこちら。ジョン・コンスタブル。1821年、星草の車です。イギリスの風景画家であり、フランス印象派に影響を与えた人物。歴史画が上位に置かれた絵画業界の中、風景画が市民権を得た時代に活躍し、叙情的な作品を手掛ける、画家コンスタブルの代表作です。続いてはこちら、ローマ帝国初期の作品にあたります。紀元前70年から50年の間に制作されました、ディオニソスの秘儀です。酒の神バッカス、またはディオニソスと言われています。この神の儀式を表すと言われていて、壁三面にほぼ等身大の人物像が描かれています。酒を飲み踊り狂うこちらの様子は、宗教上の秩序を乱すものとして一時禁止されていました。続いてはこちら、オデュロイルドン。1914年、キュプクロスです。象徴主義のフランス画家の一人であるルドン、印象派と同世代ですが作風は大きく異なり、不確かな夢や無意識の世界を好んだ、こちらのルドンです。本作はギリシャ神話に登場する神の一人、一つ目の巨人の神を描いています。続いてはこちら、最後ですね、イヴァン・クラムスコイ。1883年、見知らぬ女です。ロシア画家の移動派の一人、本作は小説アンナ・カレーニナの主人公であるのではと言われています。出先で出会った貴族の将校と惹かれ合うのですが、やがて彼女は夫と息子のもとへ帰っていくことになります。その帰り際のシーンを描かれているとされています。日本では直訳すると見知らぬ人となるのですが、邦題で別名忘れ得ぬ人と付けられています。さて、いかがだったでしょうか。以上でおすすめ名画100選選んでみました。皆さんの好きな作品はありましたか。もしこの作品がいいなと思ったら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。この100選には選ばれなかったけど、でも私はこの作品が好きというものがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。それでは、皆さんの応援のおかげで今回本を出すことになりました。大人の雑学西洋画家辞典、人柄がわかるエピソードで楽しく読める、2022年1月13日発売です。ぜひ Amazon をチェック。